元巨人エースでメジャーでも活躍した上原浩二氏46が自身の容姿に言及した記事に不快感を示していた問題で記事を配信した J キャストテレビウォッチ編集部が謝罪し内容を一部修正した問題となっていたのは11日に公開された J キャストテレビウォッチ内のコラムテレビミシュラ 上原氏が出演した NHK サンデースポーツでの野球解説を面白いと褒めつつも上原が現役の時筆者は彼の顔が苦手であまり好意を持っていなかったなどと言及していた上原氏はこれに対して12日 J キャストの記者さん容姿のことを言われてもこれでも一生懸命に生きてるんです親には感謝してます苦手な顔好意を持ってない そりゃあ好き嫌いは自由ですが、表だって書くことではないと思うんです。俺だって人間、傷つくこともありますので、と泣き顔の絵文字と共にツイート。13日にはインスタグラムで、少しへこんでます、と心境を明かし、顔が苦手、行為が持てない。勝手にしてくれ。ただ俺にも家族がいる。産んでくれた親がいる。すいません、ちょっと我慢できませんでした、と言及。 ブログでも、そんなこと言うのなら、堂々と名前を出してください。顔をさらけ出してください。報道の自由にも程があります。と怒りを綴っていた。これを受けて、j キャストテレビウォッチ編集部は当該コラムの内容を修正し、上原氏の容紙に言及した部分をすべて削除、6月14日追記、として、テレビウォッチ編集部記事内容を一部削除、再編集しました。 上原浩二さんにお詫び申し上げます。トコラムの文末に付け加えている。